はい、原田選手です、はい、玉野記念に向けての意気込みを一言お願いします。まあ、そうですね、はい、玉野記念も久しぶりなんで、はい、まあコロナウイルスの影響で、まあ、無観客レースになるんですけど、まあ、いつもと変わらず、まあ、全力で走りたいと思います。